Seiken Music Plus Seiken TV を一つや。ルンルルンのルン、ルンルルンのルン、タラルンルルンのルン。どうも皆さんこんにちは、Seiken TV の Seiken です。今日はね、これ何買ってきたかというとですね、いっぱい買ってきたんですよ、これね。あれですよ、ポッキーですよ、ポッキー。ちょっと前ですね、11月11日の日、ポッキーの日でしたね。あのね、当日ですね、僕ポッキーの日っていうのは完全に忘れておりまして、全然関係のない動画を上げていたんですが、あのポッキーの日にこうポッキーをこう重ねてね、積み上げていってポッキータワーを作るということが流行ってたらしいんですよ。今さらかいってことなんですけど、僕もなんかやってみたいなと思ってやります。ポッキータワー作ります。よし、早速準備しようということで、まずは手際よくやるためにポッキー出しましょうかね。こういう感じでボールに出そう。はい、今ね全部、箱から出してみたんですけれど、約ね340本ぐらいだと思います。よし、やろう。まあ大体ねこう並べて、こういうこと、もうちょっと狭い方がいい。難しいよ。一瞬たりとも気を抜けないんだ。しっかり行こう。この時点でまあまあすごくないですか。結構高いからね、これね。よく立つねっていう感じだよね、これね。もしくは僕の技術がすごいかもしれん。いやー、だいぶ高くなりましたよ。ちょっと休憩ね、あの精神集中が必要なので、ちょっとね無理しないでやろうと思ってるんですよね。ポッキーもねだいぶ減りまして、いい感じになってきました。もしかしたら全部いけるかもしれない。いや、むしろここまで来たら全部いきたいね。なんかよくわかんなかったな。なんかね、多分こう積み上げたんだけど転がってきたんですよ。うわーってあって、ちょっと当たったんだよね、多分ね。はぁ、止めようと思ってね、ちょっとこの辺が当たって、残念すぎるぜ。うわー、くそー。あのね、ちょっとやっぱりね、こう曲がってくるんですよね、だんだん作ってると自然にね。あ、ちょっと曲がってきてるから、こっち向きに少し今度積み上げていこうとかね。あ、ちょっと今度こっちだなとかね。こう、うまいことバランスを取りながらね、こういう風になってたんですけど。あとこれだけだったんだけどな。
で、大体ね、質問来ると思うんですけど、そのポッキーどうすんですかってね、結構言われるんですよ、コメントで。毎日食べてますよ、僕。普通にね、結構ね、編集の間とかってなんか暇だから、暇っておかしいんですけど、なんか口寂しくなるからね、大体コーヒー飲みながらここに食べてやってんですよ、僕。とりあえず今日から毎日ね、ポッキーですよ。まあね、10箱全部本当は行きたかったんですけど、行けなくて、非常に残念ではあります。実際に1時間20分とか多分そのぐらいやってるんですよ。まあ何よりね、楽しんでできたので、よかったと思います。気になった方は、皆さんぜひ、ポッキータワーね、挑戦して、めちゃ高いのできたよって人はね、僕のツイッターとかに写真送ってくださいよ、ぜひ。お待ちしております。それではまたお会いしましょう。See you next time! セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネルセイキンゲームズ、こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンその他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。